シドメグサ族は、エペジー体系では、ウコギカに属する植物の群である。多年草で、茎は長く捕食する形、節ごとに根と葉を出す。葉には、長い傭兵があり、葉は、単葉で丸く、傭兵に縦状につくものもある。縁は、巨子縁か浅くてのひら状に裂ける。傭兵の基部には、拓葉がある。花は微細で炭酸防火所だが、登状に集まる。 花は白か緑色で小さく、文化の高市場は、戦場か目立たない。世界の熱帯から温帯にかけて広く分布する。水中、湿地、または水分の多い土地に生える。捕虜系で広がり繁殖力旺盛なものが多く、防除の困難な雑草や、外来性のものには、外来生物として問題になっているものもあるが、一方では、在来種のものは緑化の観点から、 山野の,の土地の乾燥化を防ぐグランドカバープランツでもある。日本では特にチドメグサが普通種である。その他に大チドメやヒメチドメなど6種が自生する。水草のブラジルチドメグサは日本などに干渉用に持ち込まれたが、一出し一部の河川などで大繁殖して他の水草を駆逐している。このため日本では外来生物法に基づいて 特定外来生物に指定され、許可のない栽培、輸入などが禁止された。またこの他北米原産の H アンバラータや、南米原産の H ボネリエンシスなども、未判定外来生物とされ、チドメグサ族全種の輸入に対して種類名証明書が要求されている。チドメグサ族に分類される植物は75から100種とされている。日本には、以下の6種が自生する。以下、 それ以外の、主な賞を挙げる。ABCD ヒュドロコティレール。トロピコスミズーリボータニカルガーデン。428,917。2012年8月5日。閲覧。ヒュドロコティレイン,エンシビー、ヨネクラ工事高等植物分類表北流館。2009年。佐竹ほ花、P277 ハットフローラオブチャイナ。1ヒュドロコティレリンネウス。 2010年5月5日閲覧、ありがとうございます。